爆走式、爆走、爆読、爆読みしてまいります。式三大聖表第一式巻十三、太子公事序第七十ダイジェスト。これ三代は久しゅう年期勘合べからず、けだしこれを府庁に取り、旧文はここに基づく。ここにおいて略推して三代聖表第一を作る。そもそも夏殷周三代は遠い古の時代で、その年代や年数は明確に知ることはできない。思うに三代についての記述は府庁から取材したものであり、先人が論じした旧文も府庁に基づくものであろう。私はこれらの資料をもとに概略を推定して、御帝三代の政経表第一を作った。三代政表は御帝の時代から夏殷周三代に至るまでの世の表である。本表の構成は、第一段には皇帝以下歴代の帝王の名が列せられ、二段目以降の各段には戦玉、帝国、行、春以上の御帝夏殷周が配され、その略形が連ねられている。この表の記事によって明らかであるが、史記では伝説時代から夏殷周に至る王はすべて皇帝の子孫とされている。なお御帝の名には昭光、金天子、戦玉、光陽子、帝国、光神子、東行、愚春子、もとい東行、愚春以上が公安国、少女女及び帝王席。第二節は皇帝権限、戦玉皇耀、帝国皇神、東行愚春以上は四季五帝本義、大祭来期、聖本。第三節に太后、遠帝、皇帝、少皇、戦玉以上来期、月例編。第四節に宝儀、宝儀、神王、皇帝、行、春以上が皇王大期。第五節、太后、遠帝、少皇、戦玉、皇帝以上官女、義少殿といった諸説がある。太子公曰く、御帝三代の起位通し、陰より以前諸子を得て伏すべからざるも、周以来すなわちすこぶる明らかにすべし。孔子死の文によりて春秋を追んじ、元年を記し、じ実月頭正すはけだしそれつまびらかなるかな。少々を追んずるに至りては、すなわち略して年月なし、あるいはすこぶるあるも、しかれども多くかけ、六数べからず。ゆえに疑わしきはすなわち疑わしきをつとう、けだしそれ真なり。太子公曰く、御帝三代の記録は、はるか遠くで明らかではない。陰より以前は、諸侯については系譜はつまびらかではないが、周以後はようやくかなり明らかにすることができる。孔子は史官の記録によって春秋を返事し、元年を記し、四時日月を正したのは思うになんと詳細であったことか。だが少々叙事するにあたっては省略して年月を記さなかった。
中には年月の記載のあるものもあったであろうが、多くは欠落していて記録できなかった。だから疑わしいものは疑わしいまま伝えたのである。思うに慎重な態度である。余長記を読むに皇帝以来皆年数あり、その歴府長修士五徳の伝を勘がうるに、古文皆同じからずして会議す。風刺のその年月と論じせざるは兄今日ならんにゃ。ここにおいて御帝慶長少々修正をもって皇帝以来今日はに至るまでを記し正表となす。私は長記を読んだところ皇帝以来皆年数が書かれているが、それと歴府長修士五徳の伝等を対照してみると、古文同士で皆異なっており矛盾している。孔子がその年月を論じしなかったのはなんと意義深いことであったことか。ここにおいて御帝慶長少書修正によって皇帝以来教和に至るまでを記して正表とする。原文帝王政国号帝戦玉皇帝の孫皇帝に起こり戦玉に至るまで三世皇陽ともとい帝王政国号皇帝悠々と号数戦玉職皇帝将位を生む皇職皇帝元号を生む行職皇帝元号を生む春職皇帝将位を生む家職皇帝将位を生む飲食皇帝元号を生む就職皇帝元号を生む。現代語訳、帝王政国号皇帝悠々と号した。戦玉職皇帝が将位を生んだ。皇職皇帝が元号を生んだ。行職皇帝が元号を生んだ。春職皇帝が将位を生んだ。家職皇帝が将位を生んだ。飲食皇帝が元号を生んだ。就職皇帝が元号を生んだ。原文帝王政国号帝戦玉皇帝の孫皇帝に起こり戦玉に至るまで三世皇陽と号す。戦玉職将位戦玉を生む皇陽子たり。皇職元号教局を生む行職元号教局を生む春職将位戦玉を生む戦玉九戦を生む家職将位戦玉を生む飲職元号教局を生む教局更新を生む就職元号教局を生む教局更新を生む。現代語訳、帝王政国号帝戦玉皇帝の孫皇帝から始まり戦玉に至るまで三世皇陽と号した。戦玉職将位が戦玉を生んだ皇陽子である。皇職元号が教局を生んだ。行職元号が教局を生んだ。春職将位が戦玉を生んだ。戦玉が九戦を生んだ。家職将位が戦玉を生んだ。飲食元号が教局を生んだ。教局が更新を生んだ。就職元号が教局を生んだ。教局が更新を生んだ。帝王政国号帝国皇帝の総尊皇帝に起こり帝国に至るまで至聖更新と号す。皇職教局更新を生む帝国たり。行職
胸曲後進を生む、後進豊君を生む。春色、牛仙桂子を生む、桂子工房を生む。飲食、後進セットを生む。就職、後進後職を生む、州のそたり。現代語訳、帝王制国号、帝国皇帝の総尊、皇帝から始まり帝国に至るまで四世後進と号した。後職、胸曲が後進を生んだ帝国である。行職、胸曲が後進を生んだ、後進が豊君を生んだ。春色、牛仙が桂子を生んだ、桂子が工房を生んだ。飲食、後進が節を生んだ。就職、後進が後職を生んだ、州の祖である。原文、帝王制国号、帝業皇帝に起こり国史に至るまで御姓尊と号す。行職、豊君行たり。春色、工房狂牛を生む、狂牛こそを生む。飲食、節飲のそたり。就職、公職不術を生む。現代語訳、帝王制国号、帝業皇帝に始まり国史に至るまで五世唐と号した。行職、豊君が行である。春色、公房が狂牛を生んだ、狂牛が古僧を生んだ。飲食、節が陰の祖である。就職、公職が不術を生んだ。原文、帝王制国号、帝春皇帝の元孫の元孫、偶頭豪数。春色、古僧重化を生む、これ帝春たり。華色、戦玉根を生む、根文明を生む。飲食、節照明を生む。就職、不術菊を生む。現代語訳、帝王制国号、帝春は皇帝の元孫の元孫で愚と号した。春色、古僧が長家を生んだ、これが帝春である。華色、戦玉が根を生んだ、根が文明を生んだ。飲食、節が照明を生んだ。就職、不術が菊を生んだ。原文、帝王制国号、帝宇皇帝の子孫かと号す。華色文明、これうたり。飲食、照明照度を生む。就職、菊交流を生む。現代語訳、帝王制国号、帝宇は皇帝の子孫、すなわち元孫の子で、華と号した。華色、文明が宇である。飲食、照明が照度を生んだ。就職、菊が交流を生んだ。原文、帝王制国号、帝慶有功を打ち感性を作る。飲食、照度、照弱を生む。就職、交流、形説と生む。現代語訳、帝王制国号、帝慶は有功を打ち感性を作った。飲食、照度が照弱を生んだ。就職、交流が形説を生んだ。
原文。帝王制国号帝太后。飲食、生弱僧業を生む、僧業名を生む。就職、経節工房を生む、工房サフッと生む。現代語訳、帝王制国号帝太后。飲食、執着が僧業を生んだ、僧業が名を生んだ。執着、経節が香木を生んだ。香木は砂仏を生んだ。本文、帝王制国号帝中高太后の弟。飲食、名真を生む。執食、砂仏貴有を生む、貴有公妃を生む。訳文、帝王制国号帝中高は太后の弟である。飲食、名が真を生んだ。執食、公妃が公業を生んだ。もとい、執食、砂仏が貴有を生んだ。貴有が公妃を生んだ。原文、帝王制国号帝小。飲食、真美を生む、美法廷を生む。執食、公妃公業を生む、公業阿業を生む。訳文、帝王制国号帝小。飲食、真が美を生んだ、美が法廷を生んだ。執食、公妃が公業を生んだ、公業が阿業を生んだ。原文、帝王制国号帝昌公。飲食、法廷法一と生む、法一法兵を生む。執食、阿行高祖類を生む。訳文、帝王制国号帝昌公。飲食、法廷が法一を生んだ、法一が法兵を生んだ。執食、阿行が高祖類を生んだ。原文、帝王制国号帝よ。飲食、法兵主人を生む、主人主記を生む。就職、高祖類太王担保を生む。訳文、帝王制国号帝よ。飲食、法兵が主人を生んだ、主人が主記を生んだ。就職、高祖類が太王担保を生んだ。原文、帝王制国号帝海。飲食、主記天一を生む、これ陰頭たり。執食、担保喜歴を生む、喜歴分能症を生む、益の顔増す。訳文、帝王制国号帝海。飲食、主記が天一を生んだ、これが後の陰の統合王である。就職、太后が喜歴を生んだ、喜歴が文王将を生んだ。益の顔増した。原文、帝王制国号帝某。就職、文王将、武王発を生む。訳文、帝王制国号帝某、執食、文王将が武王発を生んだ。原文、帝王制国号帝節。訳文省略、帝王制国号帝富公。訳文省略、帝王制国号帝家富公の弟。訳文、帝王制国号帝慶富公の弟である。帝王制国号帝金。訳文省略、原文、
帝王星、国号、帝不号、不号の子、もとい、帝高校、不号の子、鬼神を好み、淫乱にして、徳を好まず、二両猿。訳文、帝王星、国号、帝高校は、不号の子である。鬼神を好み、淫乱で、徳を好まなかった。天が下した二匹の竜は、帝のもとを去っていった。原文、帝王星、国号、帝高。訳文省略。帝王星、国号、帝発。訳文省略。帝王星、国号、帝力、これ蹴ったり、ウより血に至るまで十七星、皇帝より血に至るまで二十星。訳文、帝王星、国号、帝力、これが血である。ウから血に至るまで十七星、皇帝から血に至るまで二十星である。原文、帝王星、国号、陰と華氏に代わる、皇帝より唐に至るまで十七星。訳文、帝王星、国号、陰の唐王が華氏に代わった、皇帝から唐に至るまで十七星である。原文、帝王星、国号、帝外兵、唐の大使、大帝、覇陽、出するがゆえに、自帝外兵を立つ。訳文、帝王星、国号、帝外兵、唐の大使の大帝が即位前に亡くなったので、自帝の外兵を立てた。原文、帝王星、国号、帝中人、外兵の弟。訳文、帝王星、国号、帝中人、外兵の弟である。原文、帝王星、国号、帝大公、元の大使、大帝の子。訳文、帝王星、国号、帝大人、帝大公は元の大使、大帝の子。陰なれば、陰陰これを東宮に放つ。三年、過ちを悔い自ら責む。陰陰すなわちこれを迎えて位に服す。道理をわきまえず、徳を乱したので、陰陰はこれを東宮に追放した。三年、過ちを悔い改め、自ら責めて改心した。陰陰はそこで都に呼び戻し、復位させた。原文、帝王星、国号、帝翼帝、陰陰出す。訳文、帝王星、国号、帝翼帝、陰陰が亡くなった。帝王星、国号、帝大公、翼帝の弟。訳文、帝王星、国号、帝大公、翼帝の弟である。原文、帝王星、国号、帝将校、大公の弟、陰道を衰え、諸侯あるいは至らず。訳文、帝王星、国号、帝将校、大公の弟である。陰の聖道が衰えて、諸侯の中には入庁しない者もあった。原文、帝王星、国号、帝陽気、将校の弟。訳文、帝王星、国号、帝陽気、将校の弟である。原文、帝王星、国号、帝大母、陽気の弟。相国、将鶴をもって中層と称せらる。訳文、帝王星、国号、帝大母、陽気の弟。
クワとコウゾトが抱き合って生えた出来事によって中層と称せられた。原文、帝王政国号帝中帝。訳文省略、帝王政国号帝外人中帝の弟。訳文省略、帝王政国号帝下炭鉱外人の弟。訳文、帝王政国号帝下炭鉱外人の弟である。本文、帝王政国号帝祖逸。訳文省略、帝王政国号帝祖神。訳文省略、帝王政国号帝欲光祖神の弟。訳文省略、帝王政国号帝祖帝祖神の子。帝王政国号帝南光欲光の子。帝王政国号帝陽光祖帝の子。帝王政国号帝蕃光陽光の弟カナンに移る。訳文、帝王政国号帝蕃光陽光の弟である。都を黄河の南に移した。本文、帝王政国号帝昇進蕃光の弟。訳文省略、帝王政国号帝昇逸昇進の弟。訳文省略、帝王政国号帝武帝記事カナエの耳に登りて泣く笛と得たり高僧と称せらる。訳文、帝武帝記事がカナエの耳に登って泣いた笛を進化に得た高僧と称された。原文、帝王政国号帝祖公。訳文省略、帝王政国号帝光祖光の弟陰なり。訳文、帝光祖光の弟である陰乱な人物であった。原文、帝王政国号帝林心。訳文省略、帝王政国号帝光帝林心の弟陰下北に移る。訳文、帝光帝林心の弟である陰は都を黄河の北に移した。原文、帝王政国号帝武逸神を侮りて神死す。訳文、帝光帝もとい帝武逸神を神を侮って雷に打たれて死んだ。原文、帝王政国号帝大帝。帝大帝。原文、帝王政国号帝逸陰ますます衰う。訳文、帝逸陰はますます衰えた。原文、帝王政国号帝神これ中たりしさる。唐より中に至るまで29世、皇帝より中に至るまで四十陸世。帝神、これが中である。周の武王によって死された。唐から中に至るまで29世、皇帝から中に至るまで46世である。原文、帝王政国号、周の武王陰に代わる。皇帝より武王に至るまで19世。訳文、周の武王が陰に代わって王となった。皇帝から武王に至るまで19世である。
原文周西王将炉炉の周公丹武王の弟初めて法ゼラル聖聖の太后将文王武王の死初めて法ゼラル秦秦の統縮具武王の子初めて法ゼラル秦秦の往来中を助く父秘連力あり祖祖の裕卓卓の父は幾言う文王に都合初めて法ゼラル宋宋の美子兄中の諸兄初めて法ゼラル栄栄の公宿武王の弟初めて法ゼラル陳陳の五公満春の後初めて法ゼラル蔡蔡宿道武王の弟初めて法ゼラル宋宋の宿信卓武王の弟初めて法ゼラル縁縁の将校席周の同姓初めて法ゼラル訳文周西王将炉炉の周公丹武王の弟である初めて諸侯に法ゼられた姓姓の太后将文王武王の死である初めて諸侯に法ゼられた秦秦の統縮具武王の子である初めて諸侯に法ゼられた秦秦の往来中を助けた父の秘連は大力だった祖祖の裕卓卓の父は幾言で文王に仕えた初めて諸侯に法ゼられた宋宋の美子兄中の諸兄である初めて諸侯に法ゼられた栄栄の公宿武王の弟である初めて諸侯に法ゼられた陳陳の五公満春の光栄である初めて諸侯に法ゼられた蔡蔡宿道武王の弟である初めて諸侯に法ゼられた宋宋の宿信卓武王の弟である初めて諸侯に法ゼられた縁縁将校石周の同姓である初めて諸侯に法ゼられた原文周皇王将慶億こと四十四年炉炉公八金姓帝公旅宮秦秦公将秦女宝祖有害宋美中慶の弟栄紅白陳秦公蔡蔡中栄九世にして慶公に至る訳文周慶王将刑罰を40年余り用いることがなかった炉炉公八金姓帝公炉宮秦秦公将畑秦女宝祖有害宋美中慶の弟栄紅白陳秦公蔡蔡中縁将校から九世で慶公となる原文周将王か難順して帰らず伏せざるはこれを忌めばなり炉公公姓逸公秦武公秦暴公祖有丹宋宋公栄紅白陳将校蔡蔡白宋太白訳文周将王家は南方に遵守している途中に死去し帰らなかったその死を諸侯に告げなかったのは王者にふさわしい死でなかったことを因だのである炉公公姓逸公秦武公畑秦暴公祖有丹宋宋公栄紅白陳将校
蔡、蔡伯、宋、太伯。原文、周、某王満、保慶を作る、幸福至らず。老、陽光、高校の弟。聖、紀行、新、聖光。新、大器、祖、優勝。宋、帝光、英、紫伯、陳、高校。蔡、旧光、宋、中君。訳文、周、牧王満が、保慶の方を作った。幸福が入庁しなくなった。炉、陽光、高校の弟である。聖、紀行。新、聖光、畑新、大器、宋、優勝、宋、帝光、英、紫伯、陳、高校、蔡、旧校、宋、中君。原文、周、教王、以降、炉、有功、聖、愛功、新、礼功、新、大楽、祖、有用、宋、根功、帝功の弟、英、小伯、陳、新功、蔡、礼功、宋、九伯。訳文、省略します。本文、周、異王権、修道衰え、詩人詩をなす。炉、義功、聖、古功、新、聖功、新、秘史、祖、遊挙、宋、陽光、敏光の弟、英、金箔。敏箔、陳、遊光、蔡、武功、宋、紅箔。訳文、周、異王権、修道が衰微し、詩人は詩を作ってこのことを風刺した。以下省略。周、皇王法、異王の弟。炉、礼功。聖、健康、古功を指す。新、信仰。祖、遊武功。宋、礼功、英、帝伯、陳、李功、宋、伊伯。訳文、周、皇王法、異王の弟である。炉、礼功。聖、聖、健康、古功を指した。新、畑新は、信仰、祖、遊武功、宋、礼功、英、帝伯、陳、李功、宋、伊伯。本文、周、異王将、異王の子、老健康、礼功の弟、聖、武功、新、紅伯、祖、有志功、宋、李功、英、慶功。訳文、周、異王将、異王の子である、老健康、礼功の弟である。聖、武功、新、高校、祖、有志校、宋、理校、英、慶校。本文、周、礼王公、悪をもってきこゆ、乱を経て出奔し、ついに定に死す。炉、新校、新、新中、祖、有縁、公の弟、英、理校。訳文、周、礼王子、悪をもって聞こゆ、民の反乱によって出奔し、ついに帝の地で死んだ。炉、新公、畑新、新中、祖、有縁、公の弟である、英、李公。本文、周、教は二泊祭りごとを行おう。炉、武公、新公の弟、祖、悠悠。訳文、周、教は二泊が聖祭りごとを説行した。炉、武公、新公の弟である。祖、悠悠。
長風氏、長先生に説いていわく、死に節、公職、皆父のして生まれという。今、諸々の伝記を案ずるに皆父ありと言い、父は皆皇帝の子なり、死と異なるなきを縁にゃと。長風氏が長先生に質問をして、司教には、節も公職もどちらも父親なしで生まれたとあります。それなのに今、いろいろな伝承記録を調べてみると、どれも父親がいたとあって、しかもその父はすべて皇帝の子孫となっております。司教の記述と矛盾するのではないのですか、と言った。張先生曰く、しからず、死に伊勢た卵より生まれ、公職は人石と一派、その低名、天命生成の言いあるを表さんと発せしのみ、鬼神は自らなすことをあたわず、人を待ちて生ず、いかんぞ父のをして生まれんにゃ。いつに父ありと言い、いつに父なしと一派、真なもって真を伝え、疑わしきはもって疑わしきを伝うるがゆえに、二つながらこれを言う。行、節、職の皆賢人にして、天の海しところなるを知るがゆえにこれを報ず。節は七十里、後十余生にして唐にいたり、天下に王たり。行、公職の子孫の後に王たらんことを知るゆえに、これを百里に増し報ず。その後世、まさに潜在ならんとし、文能に至りて天下を保つ。自伝に曰く、唐の仙那、摂たるも父のをして生まる。摂の母、姉妹と共に源丘の水によくす。ツバメありて卵をはみて、これを落とす。摂の母得て、ことさらにこれを含み、誤りてこれを飲み、すなわち摂と産むと。摂、生まれながらにして剣なり、行を立てて使徒となし、これに制して獅子と言う。死は死なり、死はますます大なり。詩人、美してこれを称していわく、陰者ぼうぼうたり、天、幻聴に命じ、下りて称を生ましむと。称は質、陰の豪なり、文能の仙な公職たり、公職もまた父のをして生まる。公職の母は狂言たり、いでて、大人の席を見てこれを離仙す。腹めるを知り、すなわち公職を生む。狂言知人のなしと思い、癒しみてこれを道中にすつるも、牛用避けて踏まず。これを山中にすつるも、山じゃこれを養の。またこれを大宅にすつるも、取り伏せきしてこれを養の。狂言これを怪しみ、ここにおいてその天の子たるを知り、すなわち取りてこれを長ず行、その見才を知り、立ててもって大脳となし、これに制して騎士という。騎とは本なり。詩人美してこれを称して、その始め民を埋めるという不幸、納めますますなして公職の始めを言うなり。孔子曰く、昔行、節に命じて獅子となすは唐あるがためなり、公職に命じて騎士となすは文能あるがためなり。大王を奇歴に命ずるは天髄を明らかにするなり、大白後に行くは制限をとぐるなりと。天命は言い難し、成人にあらされば世を見るもののなし、春、雨、節、公職は皆皇帝の子孫なり、皇帝天命を計りて天下を治め、徳卓皇帝に付加し、ゆえにその子孫もまた、もとい、ゆえにその子孫も皆また立ちて天使となる、これ天の有徳に報ゆるなり、人知らずして思えらく、あまねく、不意筆譜より起これるのみと、それ、不意筆譜、いずくんぞよう、ゆえのうして起こりて天下に王たらんにゃ、それ天命ありてしかると。張先生は、そうではない。司教に、節は卵から生まれ、公職は足跡から生まれた、と言っているのは、二人の出生が天命の生成の意思によるものであることを表そうとしたからなのだ。鬼人は自ら実行することができない。人の体を借りて産むことができる。どうして子供が父親なしで生まれることがあろうか。父親がいたと言ったり、
ないと言ったりするのは信用できる伝承は信用できるものとして伝え、一方で疑わしい伝承も疑わしいものとしてそのまま伝えようとしたので、このように矛盾する両用の伝説が伝えられているのだ。定行は説職がいずれも極めて徳の高い人物で、天の意志によって生まれたことを知っていたので、二人を諸侯に報じた。説は七十里の地に報じられ、後十数代で唐に至って天下に王となった。行は、光春の光職の子孫が後に王となることを知っていた。そこで光職を百里の地に下放した。その後千年近く文王の時になって天下を有するに至った。司教の伝に、唐の先祖は摂であるが父親なしに生まれた。摂の母が姉妹と共に源宮で水浴びをした。卵を口にくわえたツバメが飛んできてこれを落とした。摂の母はその卵を手にしふざけて口に含んだところ、誤って飲み込んでしまい、そこで摂を産んだとある。摂は生まれつき高い徳が備わっていた。行は立てて使徒に任じ、獅子の精を賜った。死とは死である。死はますます強大になるという意である。詩人はこのことを褒めたたえ、陰の土地はなんと広大であろうか、天がツバメに命じ地上に降りて章を産ませたと英じた。章は質陰の美豪である。文王の先祖は公職である。公職もまた父親なしで生まれた。公職の母は狂言である。狂言はある日外出して巨人の足跡を見つけてこれを踏んだ。そして妊娠したことに気づき、やがて公職を産んだ。狂言は父親がないと考え、蔑んでこの子を路上に捨てたが、牛も羊も避けて皆踏みつけることがなかった。そこで山中に捨てたところ、木こりが養育した。さらに大宅に捨てたところ、鳥が翼を広げて守り育てた。狂言はこのことを不思議に思い、この子が天の子であることを悟り、そこで拾い上げて育てた。行は公職が有徳の人物であることを見抜き、大能に取り立て騎士の姓を賜った。騎とは本元という意である。詩人はこのことを褒めたたえて、州の人が初めて生まれたと英じた。これは十分に言葉を整えて公職の始めを言ったものである。孔子は昔行が説に獅子の精を賜ったのは、その子孫に唐が生まれてくることを予見したからである。公職に騎士の精を賜ったのは、その子孫に文王が出ることを知っていたからである。大王が亀歴に家督を継ぐよう命じたのは、天が下した随章を明らかにするためであった。太白が競馬の五の地に赴いたのは、西王の本源を成就させようとしてであったと言っている。天命は言い表しがたいものである。聖人でなければ天命を見極めることはできない。春、雨、雪、公職は皆皇帝の子孫である。皇帝は天命を推し量って天下を治め、その恵みは遥か後世に行き届いた。だからその子孫も皆立てられて天子となったのである。これは天が有徳の人に報いたのである。それなのに人々はこのことを悟らず、帝王のほとんどは庶民からのし上がったに過ぎないと思っている。そもそも一介の庶民がどうして理由もなく身を起こして天下に王たることができようか、それは天命が下ってそうなったのであると答えた。皇帝の後世、何ぞ天下に王たることの救援なるやと、いわく伝に言う天下の君の万部の権主となりて、民の命をあがなわんと、こうものは手えたり、万世に福あり、皇帝これなり、五世明らかにして、すなわち礼儀を治め、天の時によりて兵を挙げて征伐して利するものは王たり、先税に福あり、職王は皇帝の公正なり、
今に至るまで漢の西南五千里にありて常に来朝して下り、漢に主権数。その千の徳卓、後世に流るるあるをもってにあらずや、道徳を行うことを兄もって揺るがせにすべけんや。人の君のたるものをあげてこれを見よう。漢の大将軍、隠し坊、名は孔というもの、また皇帝の皇政なり。これ白文遠見の者のために有病、まことに千分の者のために時がたきなり、何をもってこれを言う。いにしえの諸侯は国をもって生とならず、核は国の名なり。武王、弟、宿将、核に報ず、後世真の健康、格好を滅ぼし、後世庶民となり、往来して平洋におる。平洋は加藤にあり、加藤は真の地にして、分かれて英国となる。死をもってこれを言わば、また衆の世となすべし。衆は公職に起こり、公職は父のして生まる。三代の正殿のもってこれを言わば、公職は父あり、名は公臣。公臣は皇帝の曹孫なり。皇帝修士伝に曰く、漢起こりて104年、人あり短からず長からず、白煙の京より入れて天下の祭りごとを保つ。寺に英治主あり、脚光の車と各将軍は元平洋の白煙におる。新老たりし時、奉仕高校と規定のもとに返す。真のために言えり、兄いいならずや。張風氏は、皇帝の子孫はなぜあのように長きにわたって天下に王だったのでしょうかと尋ねた。張先生は、殿に天下の君王は万民の元首であり、上天に人命の命の長からんことを願う者は帝である。その幸いは万世の後まで続く。皇帝がこれにあたる。後世が明らかで礼儀を治め、天の時節に従って天を兵を挙げて四方を征伐し、勝利を得る者は王である。先生の後までも幸いがある。職王は皇帝の子孫である。今に至るまで漢の西南五千里の地にあって、常に来朝して天使にへり下り、漢に貢ぎ物をいたしている。職が今に至るまで続いているのは、その先祖の恵みが後世に流れてきているからではなかろうか。道徳を実践することは何といい加減にはできないものであろうか。人民の君王たる者は皆このことをよくよく観察しなければならない。漢の大将軍、隠し坊、名は孔という者もまた皇帝の子孫である。このことは博学で先見の明のある者には説明できるが、見識の浅薄な者に理解してもらうためには解くのは誠に困難なことである。どうしてこう言えるのか。古の諸侯は国の名を姓とした。核は国の名である。州の武王は弟の宿将を核に報じた。後世真の健康が格好を滅ぼし、格好の子孫は庶民となり、逃れて平洋に移り住んだ。平洋は加藤にある。加藤は秦の地に属していて、後に秦は分裂して、加藤は A の国の土地となった。司教に基づいて言えば、州の子孫とみなすことができる。州は公職を起源とし、公職は父親なしで生まれたと言える。三代の正殿に基づいて言えば、公職には父があり、名は公臣である。公臣は皇帝の曹孫である。皇帝修士伝に、漢が起こって100年余り、人あり背丈は低からず高からず、白煙の京より入れて天下の祭りごとを掌握した。時に幼い君主がいて、まるで後ずさりする車のようであったとある。各将軍は
元兵用の白猿にいた。私が老であった時、奉仕の高校と首労で返したことがあった。その時高校が私のために先のことを話してくれた。なんと優れた言葉ではないかと言った。以上、司馬遷式三大聖表第1終わる。ありがとうございました。ごきげんよう。また後ほど。